はい、どうもです。ブックオフ大好き、親父でございます。今日はですね、ブックオフで購入してきた商品の紹介と、あとはね、まあ言うまでもないのですけども、近場にね、ゲームショップがあるのであれば、まあこういう時期ですけどもね、定期的にお店の方にね、巡回されると、お宝に巡り会う可能性が高いですよというお話をね、していこうと思います。まずね、1本目、購入してきた商品を紹介したいと思います。まずはこちらです。はい、Nintendo D3DS、ハッピープライスセレクション、飛び出せ動物の森ってことでね、こちらを購入してきました。こちらはね、先月1月の、ブックの日にね、クーポン使って購入してきた商品になります。中身をね、確認してくれたので、お値段の袋がないんですけども、販売価格528円から300円引きで228円での購入になります。まあ、今回でね、こちらの商品に関しては4本目かな、になると思います。ちょっと中開けていきます。なんかね、教えてもらったんだけど、今年入ってしばらくしてからちょっとね、値付けが変わったみたいで、まあ、例えば今までであればね、この500円近い商品は税込み510円だったのが、まあ、今回購入したのは528円ってことだったんでね、少しお値段が上がってるのがちょっと残念といえば残念ではありますね。基本操作のね、操作シート、的なものがついておりまして、で、ゲームの方もしっかりついております。残念なのはね、ちょっとゲームの方の状態がね、少し汚れがあるかなというか、シミがあるかなというのがちょっと残念なんですけども、まあ、200円程度であればね、今後もちょっとね、集めていこうかなというふうに思ってます。まあ、動物の森は好きなんでね。というわけでね、まず、今回に関してはね、まあそういった諸々の事情もあって、ブックオフ巡り1店舗だけ、巡りというか、まあブックオフ1店舗だけ行ってね、こちらの商品だけ買ってきたことになります。で、まあ冒頭でもちょっと言いましたけど、定期的に巡回するっていうことはいいことで、まあ、そうすることによってね、店舗ごとの時間も短くなりますし、お宝に巡り合える可能性もあるかなっていうところでね、いいのかなというふうに思っております。続きましてね、購入してきた商品はこちらになります。はい、こちらですね、セガサターンのシミュレーション RPG スクール、ということでね、こちらを購入してきました。確か持ってなかったと思ったんですよね。で、まあセガサターン系で帯があったらちょっとね、購入していきたいなっていうのは前から思ってて、まあ、お値段もね、まあ、なかなか安かったんですよ。やはりこちらもお値段がちょっと変わっててね、税込み297円です。まあ、これはね、このまま、この値段で購入してきたっていう感じですね。あ、なんかこう見るともうここですでにひび割れがちょっと見えるな。まあ、お値段もちょっと安かったからいいかな。この日行った時はね、実はセガサターンのソフトが少し入荷されてて、今まで見てなかったソフトが、まあ、ディスクというか、まあ、ゲームがね、複数入っておりました。ただちょっとね、歯抜けの部分があったんで、ひょっとしたらね、お買い得品はもう買われた後だったのかなっていうところなんですけども、私自身もね、行った時にこれの他にいくつかね、ちょっと気になる商品はあったんだけども、まあ微妙な値付けをされてたのでね、ちょっと今回はね、まあこれだけにしました。まあ、ちなみにね、駿河屋さん参考価格ちょっと見てみたいと思います。はい、ってことでね、思ったより安くてね、まあ、これ見てもらうと分かるんですけど、販売価格で430円ってことですね。まあ、ほぼほぼ300円で購入しているので、そこまでちょっとお買い得感はなかったですね。ちょっとそれが残念かなっていうふうにはね、ちょっと思いましたけども。はい。
まあ、早速ね、ちょっと開封の方していきたいと思います。よいしょ。ここはね、包まれてるタイプじゃなくて、この表面だけをね、覆ってるような感じですね。はい、ということで、まず、よいしょ。はいな。帯はまあ綺麗ですね。破れとかもなさそうだし、まあ、シミとかもないかな。まあ、まずまずだと思います。それではゲームの方ね、ちょっと見ていきます。よいしょ。表紙に関してはそこまで大きな痛み等は、まあ、擦り傷はちょっとあるかな。まあ、そもそも古い商品なんでね。よいしょ。まあ、裏面なんですけども、先ほども言ったようにね、ここら辺が2箇所ぐらいひび割れがあるかな。そんな感じですね。それではね、開けていこうと思います。バカリンチョ。ということで、しっかりね、ビローンと降りちゃってるな。説明書ね。で、ディスクの方もついてます。ちょっとディスクの中見ていきますね。緑が生えてて綺麗だね。こういう感じですね。あ、ディスクはいいね。傷一つないですね。まあ、とりあえず特別問題なくプレイはできそうな気はしますけども。よいしょ。で、説明書の方ちょっと見ていきますね。よっこいしょーと。まあ、こんな感じですね。少し、なんだ、シミかな、ちょっとあるけども、もう思いのほか状態は悪くないと思います。やはりね、作る系なんで、説明書の厚みっていうのはね、すごいものがありますけども。結構ね、大変そうだね。きっちり作ろうっていうとね。こういう感じになってます。さあ、これね、2枚組っていうか、厚いやつなんでね、こっち側はなんか体験版とかそういうのが入ってるのかな。よいしょ。これはなんだ？同梱じゃないよな。なんかディスクはでもなんか同じような色がついてますけど、なんだこれ。ちょっとディスク見てもらうと分かるんですけど、サウンドノベルスクール2が入ってますね。これなんだろうな。音楽ディスクとかじゃないよね。普通のサウンドノベル、スーパーファミコンで出てたあれの2になるんだよな、多分な。これなんだろう。ディスクはこちらもかなり綺麗ですね。え？どういうこと？サウンドノベルスクール。なんか説明書もついてます。ちょっと説明書どうしてみよう。何これ？こういう仕様？いや、違うよな。あ、危ね。サウンド、なんかもう一個入ってるな。ちょっと待って。ちょっと待って、軽くパニックってますけども。これあれか。ケースの裏面についてるやつか、これ。君の演出でハラハラドキドキのサウンドノベルを作ろう。サンプルゲーム4本収録。どういうこと？ちょっと待って。これは別ゲームだよね。一緒に入ってる特別版とかではないよね。サウンドノベルはサウンドノベルだかな。だからな。なんかリンクするとかそういう話でもないか。あ、でも音楽スクールはこれで作るであるし、単体で発売されてるもんね。これなんだろう。前の持ち主が両方入れてたのかな。さっき帯にちょっと書いてたけども。CD ロム1枚って書いてるもんね。これなんだろうな。
単純にこれあれか。以前の持ち主さんが、こういうなんか、箱から出してここに一緒に入れたとかなのかな。ちょっとサウンドノベルの方もちょっとお値段見てみますね。はい。ってことでね、サウンドノベルスクール2の方もちょっとお値段出してみましたけど、まあそんなに高いもんじゃないんだね。こちらも、販売価格350円ってことなんで、まあそんなに高くはないんだね。どうなのかな？ちょっとこれに関しては私もちょっとよくわかってないんで。はい。こちらのね、セガサターンのシミュレーション RPG スクール持ってる方。サウンドノベルスクール2入ってないと思うんですけど、情報をいただければと思いますのでね、よろしくお願いします。はい。ってことでね、続きましては最後になります。はい。ってことでね、最後の商品がこちらになります。まあ、冒頭で言ったね、定期巡回してて、お宝に出会えるかっていうところがね、今紹介しているこちらに生きてくるわけなんです。任天堂 DS のね、俺がお前を守るっていうやつは、私、完品を持ってるんですけども、以前ね、DS バブルの時に、確かね、最高値で、販売価格で1万8000円だったか、買い取りが1万8000円だったか、ちょっと覚えてないんですけども、まあ、そのぐらい値段が上がった、プレミア商品になってます。ちなみにね、今現在だとこのぐらいのお値段がついております。はい。ってことでね、今現在でも販売価格。今タイムセールに入ってますね。9100円になってますけれども。販売価格9500円。ついておりますね。買取価格で見ても4500円なんで、まあそれだけ見ても結構お高い商品だっていうのがね、分かっていただけると思います。まあ残念ながらね、箱説なしに限って関してはお値段出てなかったんで、まあそこら辺ちょっとよく分かってないんですけども、まあ箱説なしってことで、まあ5000円、4000円、あ、地震だ。地震が来ております。まあ多分3000ぐらいはつくのかなっていうところなんですけども、で、ということでね、まあこちらの商品なんですけど、お値段がなんとね、はい、110円でございます。裸 DS ソフトがいっぱい入ってる箱がいくつかあるんですけども、その中からね、出てきました。私はちょっとね、一瞬二度見したね、目を疑いました。このゲームさっきも持ってるって言ってたんで、このね、絵柄というかパッケージのラベルに思い入れというか、どういうものかっていうのを分かってたんでね、まあ、すぐちょっと違和感があり気づいたわけなんですけども、これ知らなかったりするとね、なんかよくわからないタイトル、俺がお前を守るってタイトルでね、購入してない できない方もいたんじゃないかなと思うんですけども、これもね、やはり定期的にお店に足を運んでるからこそ見つけた商品だと言えるのではないかなと思います。ちなみにね、今回ね、100円引きのクーポンがありましたんで、こちら10円で購入しました。というわけでね、かなりね、お安く購入できたんじゃないかなというところでね、まあ大変嬉しいと思ってます。まあ、ゲーム自体はね、完品なんでね、もうラッピングしてね、押し入れにしまっちゃってるんで、ちょっとね、これ横スクロールアクションなんですね。少し遊んでいければいいなと思っております。というわけに、で、以上でございました。ご視聴の方ありがとうございました。ブックオフ大好き、親父でした。そうそうそう。ってことでね、冒頭の、近場にゲームショップある方ね、定期的に足を運ぶことをお勧めしております。それではまた。コンティニュー。